どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。久しぶりにキャンプに来れたので、その時の様子を動画にまとめたいと思います。今回は夜中に降水確率が 80% を超えて確実に雨が降りそうなので、テントの上にタープを張りました。テントはポモリーのストーブハット70でございます。ということで、今回もまたこのようにコメンタリー形式でアフレコで音声を入れたいと思います。まずはこちら、アルコール度数 0.5% のビアリーをいただきます。こちら飲みやすくていいんですよね。今回もまたいつもの友人と2人でのグループキャンプでございます。なんと彼からですね、だいぶ過ぎたんですけども、誕生日プレゼントということで、こちらホットサンドソロをいただきました。食パン1枚で片手で食べやすいホットサンドが作れます。めちゃくちゃ嬉しいです。これは本当に友人に感謝でございます。そして夜寒くなってもいいようにということで、薪ストーブも準備しておきまして、夜本当にすっかり寒くなって実に役に立ちました。こちら薪煙突はすっかり型がついてですね、一瞬で設定できるようになりました。そしてこちらキャプテンスタックのホイールランタンの小さいサイズの方です。これがですね、持ち運びに便利でちょうどいいんですよね。今回の焚き火台はこちらファイアーボックスを使います。これがチタンでとても軽くてですね、収納サイズもめちゃめちゃ小さくて持ち運びが全く苦になりません。そしてソロにはちょうどいいサイズ感で使い勝手も最高で、とても気に入っております。こちら友人の天幕デザインウッドストーブサイドビュー、今回で3回目の使用だそうですけども、とてもいい感じの焼き色が入ってますね。ということで、鶏もも肉の唐揚げの下準備をしていきたいと思います。小さいフライパンで少量の油で揚げたいので、小さいサイズにカットします。そしてこちらのスパイスポーチはこのようにラベルを作ってですね、カスタマイズしております。まず鶏もも肉 265g に醤油を大さじ2杯入れました。続きまして、こちらみりんを大さじ3分の2、そして料理酒も大さじ3分の2ぐらい入れました。そしてここで味の素を忘れたことに気づきまして、続きましてナツメグをちょっとどさっと出ちゃったんですけども、2振りぐらい入れました。これらを混ぜてしばらく漬け込んでおきます。そしてここでですね、友人がホットサンドソロに続きまして、ゴールゼロもいるって聞いてきましてですね、いただきました。いや、なんかすいません、ありがとうございます。そしてここで焚き火台に炭を投入しまして、炭を起こしました。そしてこちらレモンをカットしまして、厚切り牛タンをいただきます。網で焼いていきたいと思います。ちょっと焚き火台の高さが低かったので、こちらテーブルに乗せましたら非常にいい感じの高さになりました。これがですね、スーパーの肉にしてはまあまあ厚切りで、こうレモンをギュッと一絞りしていただきましたらば、まあ美味しかったです。外でいただく炭火焼肉、最高でございます。そしてこちら友人に持ってったりしつつ、友人からはこちらワラサの刺身をいただいたりしました。続きまして、コクうま醤油の牛ハラミ、炭が弱かったのでちょっと足して焼いていきます。タレがしっかり効いててですね、こう切ってみて分かりますかね、これ柔らかいんですよ。ちょっと小ぶりではありますが、こちらも非常に美味しかったです。こちらは友人からいただきましたガーリックシュリンプ山椒きゅうりキムチですね。この殻付きのエビがまた香ばしくて美味しいですよね。ナイフでカットしていただきました。こちら最後にとどめのホルモンでございます。熟成コチュジャン仕込みということで、油がすごそうだったのでフライパンでいただきました。こちら超こってりなんですけども美味しかったんですが、残念ながら映像が撮れておりませんでした、すいません。ということで、唐揚げの調理にかかります。まずはトレイに片栗粉を広げます。スーパーで 50g ずつに小分けになった片栗粉があったので買いました。これ使いやすくて便利ですね。そして片栗粉をこうやって多めにちょっとまぶしてフライパンに投入していきます。こちら小さめのフライパンに油半分ぐらい入れたもので揚げていこうと思います。最初どうも上がる様子がないので、こうやって蓋をして温度を上げてみたりしました。これがでもなかなか上がらなくてですね、どうも炭でやってた方が良くなかったみたいなので、途中で薪に変えまして火力を上げました。そしたらこの通り急激に激しくなりましてですね、ちょっと油が火つきそうで怖かったりもしたんですけども、一気に上がり始めました。で、火力を上げてからこのようにしっかり上がり始めまして、無事一応唐揚げにはなったんですが、ご覧の通りですね、フライパンにこびりついてしまってですね、多分最初に火力を弱かったのか原因か分かんないですけど、このようにくっついちゃっておりました。こうやって箸でこそぎ落とさないと取れない状態になってましたね。はい、一通り取りまして、
ご覧の通り、決して美味しそうとは言えない唐揚げが仕上がりました。しかし食べればですね、味は別に問題ないんですけども、ただちょっと食感がぐちゃぐちゃしてて、決して美味しいとは言えないものになってました。気を取り直して第2弾でございます。今回は薪の量を調整して、しっかり油を温めてから投入しました。見てください、見事な揚がりっぷりでございます。美しいですね。これぞ唐揚げといった感じで、さっきのは何だったんだっていうのはありますけども、さっきと違って音も香りも見た目も非常に良くて心地よいです。さあ、きつね用にこんがり揚がったところで揚げました。見てください、これは美味しそうですね。なかなかいい感じに仕上がりました。断面を見てみましたところ、しっかり揚がっております。まあ小ぶりですからね、すぐ揚がるんですけども、レモンを軽く絞りましていただきました。美味しかったです。これはサントリープレミアムモルツマスターズドリームムロカを合わせてまして、唐揚げはビールに合いますね。めちゃくちゃ美味しかったです。この後3回目に揚げた唐揚げをですね、先ほど食べた牛ホルモンのタレを取っておいたんですけども、それをシェラカップでこうして温めまして、そこにつけて食べてみました。油に油なんで体にいいわけないんですけども、こういうのが結局美味しいんですよね。バカ舌だって思われたくないんで、本当はこういうことはあんまり言いたくないんですけども、これが一番美味しかったまであります。はい、といったところで、他にも友人が作ったものとかいただきつつ、この後雨が激しく降ってきてしまって、早々にテントに引きこもりました。ちょっと早い時間に寝てしまいつつ、雨がピークだった深夜1時ぐらいにすごい音で目が覚めまして、タープのおかげでテントに雨が直撃することはなかったんですが、それでも結構うるさかったですね。それはそれは大雨でした。ちなみに予報によると、ピーク時の降水量は1時間あたり18ミリとなっていました。地面に雨が溜まってテントの下にも流れてきてたと思うんですが、グランドシートのおかげか、意外と全く浸水することもなく、幸いにも被害はゼロでした。撤収時に気づいたんですが、薪ストーブの中が少しですが濡れてたので、煙突から雨の侵入があったんだと思います。そんな大雨もですね、夜明け頃にはすっかり止みまして、翌朝はご覧の通りカラッと晴れました。これ地面はですね、乾いたようにも見えますが、まだ全然濡れております。ただ水はけは良かったみたいで、水たまりは全くできておりませんでした。それは本当に良かったなと思います。そしてこちら、いただいたホットサンドソロを使って友人と一緒にホットサンドを作っていきます。8枚切りのパンがちょうど収まりがいいということです。まずはガーリックスプレッドを塗りまして、濃いとろけるチーズを乗っけます。その上にハムを乗せまして、辛口チョリソー2本、一通り具材を入れたところで取っ手を上に向けまして、いい感じに挟み込みます。そしてはみ出たところを極力中に収めまして、準備完了でございます。今回アルコールストーブで焼いていきたいと思います。途中中を開けて様子を見つつ、ゆっくりと焼いていきます。そしてこのように焼き目ができましたらば完成でございます。いかがでしょうか。美味しそうに焼けました。ナイフで中を切ってみます。いい断面ですね。辛口チョリソーが程よい辛さで美味しくて、生ハムは加熱すると普通にハムになっちゃうのが分かりました。濃いチーズのとろける食感が素晴らしく、またガーリックのパンチが効いててとても美味しくできておりました。今回の動画は以上で終了になります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もぜひ見てください。よろしくお願いします。